内で活躍するギタリストの宮城さんが奈良県の学校を訪問、生徒と共に楽曲を演奏し、特別に自身の曲を披露です。宮城先生です。大きな拍手。こんにちは。Let's go。今回のイベントは世界的楽器メーカーフェンダーのチャリティープロジェクトで、楽器や機材を学校に寄贈する式典に宮城さんをゲストに招きました。かっこいいですよね。今回のプロジェクト We Love Music は、あらゆる人たちが平等に楽器と触れ合う機会を提供し、未来のアーティストを育てる支援を行うために発足しました。フェンダーっていうギターのメーカーブランドを僕は使って、世界中いろんな国にアメリカとかヨーロッパとか、中国もそうだし、世界中で演奏しています。国連は知ってる？国際知らない？国際連合っていう、世界で、二度と大きな戦争を起こさないようにしようっていう、団体があって、いろんな国が参加してるんだけど、そこの親善大使としていろんな国に難民支援の活動として行ってます。いろんな音楽とかダンスとかで言葉の壁を越えて、子供たちとリレーション取れるのが、僕はすごく素敵な活動だなと思って、今日も、フェンダーの We Love Music という活動の一環として、来ました。 That's right、 そういうことですね。ありがとうございます。特別に自身の曲を生披露です。世界中でいろんな国に行って、いろんな国の外国の人と喋ったことある？アメリカの人と喋ったことある？ある？
そうか、うん、みんな見た目違うじゃない、うん、食べるものも違うし言葉も違うし、まあだけどね、やっぱそういう、ね、言葉も文化も、違う人たちと僕たちは同じこの地球の上で同じ空の下で、住んでいるということを歌った歌です。ではご覧ください、聴いてください。奈良県の学校を訪問、生徒と共に楽曲を演奏し、特別に自身の曲も披露。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。